ファーゴ、ファーゴは2014年から FX チャンネルで放送されているアメリカ合衆国のサスペンスドラマブラックコメディである。ノア・ホーリーが公演兄弟による1996年の映画ファーゴに着想を得て創作し脚本を書いている。本シリーズはシーズンごとに設定や時代や配役の異なるアンソロジー形式である。俳優によっては 複数年にわたる出演契約をすることが難しいため、出演は1シーズンに限られている。寒冷地である中西部のミネソタ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州の宗教付近、及びカンザス州とミズーリ州にまたがるカンザスシティが共通の舞台となる。ごく普通の市民、警察官、マフィアが主要なキャストとなり、連続殺人事件に巻き込まれていく。 1996年の映画、ファーゴに着想を得てはいるが、登場人物や設定は異なっている。ただし、シーズン1には映画で埋められた現金を掘り起こすシーンがある。シーズン1は映画の19年後の物語であるが、シーズン2は映画の8年前の物語であり、シーズン1とは数人の登場人物が共通している。シーズン3は、 映画の22年後の物語である。映画の37年前を舞台とするシーズン4は、シーズン2と数人の登場人物が共通している。2006年を舞台とするシーズン1は2014年4月15日から放送され、シーズン2は登場人物を一新して1979年を舞台とし、2015年10月12日から放送された。 2010年を舞台とするシーズン3は2017年4月19日から放送された。1950年を舞台とするシーズン4はクリス・ロックを主演とし2020年4月19日放送開始予定であったが新型コロナウイルスの流行による制作遅れのため2020年9月27日から放送された。日本では2014年にスターチャンネルでシーズン1が 2016年1月からシーズン2が、シーズン3は2017年10月24日から放送された。シーズン4は2021年1月29日からスターチャンネル EX で配信され、同年4月からはスターチャンネルで放送予定である。2006年1月、殺し屋のローン・マルボはミネソタ州ベミジーで殺人仕事をした後、レスターナイガードと知り合い、 彼の憎む相手を殺す。妻の尻に敷かれていたレスターは衝動的に妻を殺してしまい、マルボに死体の始末を頼むと不審に思った警察署長もマルボが殺してしまう。警察副署長のモリー・ソルバーソンとミネソタ州、ダルース警察の警官ガス、グリムリーは協力して事件を捜査し、マルボとレスターを疑うと、レスターは弟に濡れ衣を着せて捜査を逃れる。 ギャングがマルボに殺し屋を送り込むが、マルボは逆に、ノースダコタシューファーゴで、ギャングの本拠を襲い壊滅させる。一年後にレスターは変装したマルボに再会して、殺人を目撃する。マルボは、レスターを消そうとベミジーに再来するが、モリーと結婚していたガスに射殺される。マルボの所持品から、レスターの殺人が暴かれ、レスターは逃走するも湖に落ちて死ぬ。 シーズン1の主要、キャストシーズン1のその他のキャスト1979年の、ノースダコタ州、ファーゴ、サウスダコタ州、スーフォールズ、ミネソタ州ルバーンを舞台とする。ファーゴのギャングゲアハルト一家の息子ライがハンジを殺害し、その直後に美容師のペギーの車に轢かれてしまう。ペギーと夫で、肉屋店員のエドは、引いたライを殺し、死体を処理する成り行きとなる。 ベトナム戦争機関兵で、モリーの父親の警察官、ルー・ソルバーソンが、ギフで、保安官のハンクと共に、ハンジ殺害事件を捜査する。カンザスシティのギャングが、ゲアハルト家の縄張りを参加に収めようとして、抗争に発展する。エドとペギーは弟を探しに来たライの兄ドットに、襲われるも逆に捕らえ、サウスダコタ州に連れて逃げる。ゲアハルト家の弟子とのハンジーは、 カンザスシティ側に寝返り、二人を追い、ドットを殺す。現地の警察は、ルートハンクの助けで、エドとペギーを逮捕し、二人を使って、カンザスシティのギャングを一網打尽にしようとする。ハンジーに操られた、ゲアハルト家はドットを救出しようとして、待ち伏せするサウスダコタ州警察を襲撃し、壮絶な銃撃戦となり、双方のほとんどが死ぬ。エドも、ハンジーに殺され、 ペギーはルーに逮捕される。シーズン2の主要、キャストシーズン2のその他のキャスト2010年、ミネソタ州のセントクラウド及びエデンバレーを舞台とし、ユアン・マクレガーが2役で演じるエミット・トレイのスタッシー、兄弟を中心に描く。成功し不合となったエミットとしがない保護士のレイは、長年の反目を抱え、レイは、窮地の泥棒も、リースに、兄の家からの説盗を依頼する。 だが、モリースは誤って、同性の別人物の家に忍び込み、殺してしまう。犠牲者の義理の娘である警察署長グロリアが事件を捜査し、スタッシー性の不自然な関連を疑う。モリースは霊を恐喝し、その婚約者のニッキーに殺される。エミットは、会社オバーが率いる犯罪組織に乗っ取られる。霊は、 ニッキーとのセックスビデオを撮って、エミットを恐喝しようとするが誤って、エミットに殺されてしまう。エミットに揉み消しを頼まれた、バーガーはニッキーに罪を着せた上で抹殺を図り、生き延びたニッキーは復讐を誓う。ニッキーは犯罪組織の脱税の証拠を税務当局に送り、新たに得た仲間連中と共に、犯罪組織と戦った後、警察に射殺される。5年後、エミットは、 レンチに殺される。アメリカ合衆国国土安全保障省に勤めるようになったグロリアがバーガーを尋問する。シーズン3の主要、キャストシーズン3のその他のキャストスターチャンネル EX では、ファーゴ、ファーゴ、カンザスシティのタイトルで配信されている。1950年のミズーリ州カンザスシティを舞台とし、ギャング間の構想を描く。 当地のギャング団の間には息子を交換することで、抗争を避ける習慣があるが、それにもかかわらず、ユダヤ系ギャングとアイルランド系ギャングは壊滅している。イタリア系ギャングのファッタケと、黒人ギャング団のキャノン有限会社は、息子のゼロとサッチェルを交換する。連続殺人を趣味とする看護婦のオラエッタが、入院した、ファッタケの課長ドナペルを密かに殺し指輪を盗む。オラエッタは、 ジョストと関係を持つ。葬儀屋の聡明な娘エセリルダは迎えに住むオラエッタの連続殺人を知り、勤務先の病院長に密告する。オラエッタは、病院長の毒殺を図るも失敗し、エセリルダが密告したことを知る。オラエッタは逮捕される。長男のジョストが、ファッだ家を継ぐが、野心的な弟のガエターノは、後継者の座を狙い、キャノン有限会社の課長、ロイの長男。 レミュエルを襲わせる。エセリルダノーは、ゼルメアは、恋人のスワニーと共に脱獄し、キャノン有限会社への金を強奪する。ロイは、すべてが、ファッタケの仕業と信じて、ファッタケの輸送する武器を奪う。ジョストは、地中にあるオーディスウェフ刑事を使って、キャノン有限会社を創作させ、ガエターノは、キャノン有限会社の顧問を殺す。 ゼルメアにもらった現金でエセリルダの父サーマンはロイへの借金を返すが気づいたロイが脅迫して葬儀屋を手中に入れるロイはオーディスを寝返らせゼルメアとスワニーを雇ってガイターノを捕らえるジョストはサッチェルを殺してロイにガイターノを殺させようとするアイルランド系ギャングからのかつての人質で サッチェルの面倒を見ていたラバイ・ミリガンが妨害し二人で逃げるが、追ってと共に竜巻で死に、サッチェルが残される。ジョストはビジネスの一部を渡してでもロイにガエターノを殺させようとするが、ロイは策略に気づいてガエターノを解放して不和を煽る。だがガエターノは兄に復讐せず和解して忠誠を誓う。策略に失敗したロイはハーゴのマフィアに頼んで、 ファッタ兄弟を襲わせ、兄弟の母親を殺す。ロイの情報で、オーディスが逃亡中のスワニーを殺すも、ゼルメアは逃げる。サッチェルを殺されたと信じるキャノン有限会社と母を殺されたファッタ家は全面抗争となる。ファッタ兄弟はオーディスを殺すが、銃の事故でガイターノも死ぬ。ジョスとは荒れる。エセリルガはドナテロの指輪をロイに渡し、葬儀屋を取り戻す。 ロイは指輪を渡して、ファッダケの顧問のビオランテと和平協定を結び、ビオランテは、組織を破滅寸前に導いたとして、ジョストとオライッタを処刑し、組織を引き継ぐ。ロイは、サッチェルを取り戻すが、スワニーの死の復讐として、ゼルメアに殺される。成長した、サッチェルは、カンザスシティマフィアの一員マイク・ミリガンとなる。シーズン4の主要。 キャストシーズン4のその他のキャスト本、ドラマシリーズは映画ファーゴと同じ架空世界に設定され映画を制作した公園兄弟を制作葬式として制作された。映画の中で埋められた現金の入ったブリーフケースを掘り出すシーンがドラマに登場しその他にもいくつかの参照点がある。タイトルはパラドックスや前週の考案、小説の中のモチーフ、 カードゲームの戦法などから取られている。シーズン1は2014年の第66回プライムタイムエミー賞で作品賞、ミニシリーズ部門、監督賞、ミニシリーズテレビ映画、ドラマスペシャル部門、キャスティング賞、ミニシリーズテレビ映画、ドラマスペシャル部門の3部門を受賞し、同じく2014年の第72回ゴールデングローブ賞では、テレビドラマ作品賞、 ミニシリーズテレビ映画部門、男優賞、ミニシリーズ部門を受賞した。シーズンには、シックスクリティックス、チョイステレビジョンアワーズの映画、ミニシリーズ部門作品賞を受賞し、キルスティン・ダンスと、ジェシー・プレモンス、ジーン・スマートはそれぞれ同賞の映画、ミニシリーズ部門の主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞を受賞した。また、2015年2016年と連続で、 プロデューサーズギルドアワードのアウトスタンディングプロデューサーオブロングフォームテレビジョンを受賞した。2016年の第68回プライムタイムエミー賞では撮影賞ミニシリーズテレビ映画部門音響編集賞ミニシリーズテレビ映画スペシャル番組部門を受賞している。シーズン3は第69回プライムタイムエミー賞で作曲賞ミニシリーズテレビ映画 スペシャル番組部門を受賞し、第75回ゴールデングローブ賞、テレビドラマ部門団優勝を受賞した。ありがとうございます。